こんばんは、黒坂の龍です。夏です。はい。はい、じゃあ今日の企画を。はい。今日の企画は、柏レイソル。はい、はい。今回はね、柏レイソルを、はい。はい、ちょっとまとめてね、はい、まあこの年末年始のね、うん、まあ、移籍の動きであったりとか、うん、まあ、来年に向けて、はい、まあ、戦力予想っていうのを、うん、まあ、僕たちなりにこうまとめて、やっぱり我々もまた来年もこうやって J リーグ関連でね、うん、YouTube やっていくので、はい、まあ、勉強というかね、うん、そんな感じですよ、うん、来年に向けての予習をしていくので、ね、うん、まあ、皆さんと一緒に、うん、まあ、そうやってこう勉強できればまたさらにこう J リーグ楽しくなるかなと思った企画になっています、はいはい、でこの黒坂ですね、はい、4月までに5000人目指しておりますので、はい、チャンネル登録、はい、皆様ぜひご協力よろしくお願いします。柏レイソルのサポーターさんよろしくお願いします。いや本当に、はい、ちょっと今回はね、うん、行きましょう。はい、もうだら、ね、あの昨年、2020年ダラダラしちゃったんで、はい、2022年は本気で、うん、行きたいよ、頑張りましょう。はい。はい。で、7月までには1万人を目指したいと思ってるので、はい、皆さんご協力よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。うん、じゃあ早速、柏レイソルやっていきたいと思います。はい、昨シーズンは15位に、はい、終わってね、うん、まぁ、あ、ちょっと、降格争いからは、まぁ、あ、一足早く先には抜けたのは抜けたんですけど、うんうん、まぁ、あ、なんか多分、レイソルサポーターの方としても、なんかいまいちこう、ピリッとしない内容で終わったというか、うん、そうね。ね、なんかめちゃくちゃ悪いわけではないけど、うんうん、なんかこう、もっとあるよねっていうのは多分、僕たちが見ててもこう感じたというか、うんうんうん、なんかアビも対決した時に、うん、まあ、引き分けだったし、サッカー、うん、やってるサッカーがそう悪いわけでもなくて、うん、ただやっぱね、まあ、今シーズン、21年シーズンも、うん、なんか選手のこう入れ替えみたいなのが割と少なかったよね、レイソルはね。確かにあったね。うん、少なかったね。うん、結局ね、じゃ移籍の方に行きたいですね。はい、移籍、まとめたのがこちらになっておりますと、はい。はい、どこよりも僕は結構主力のアウトが多かったのはこのチームじゃないかなと思ってて、まずアウトから言うと、はい、瀬川選手湘南に行きましたね、うん、結構ちらほら、うん、僕たち界隈でもアビサポからね、うん、アビスパに欲しい選手っていう噂も見かけなんですけど、うん、湘南に行きましたね、はい、で高橋選手長崎に行きましたね、はい、でクリスティアーノも長崎、これちょっとびっくりしたね、高卒ぐらいかな、うん、あの柏がACLの、うん、クラブワールドカップで、ね、クラブワールドカップの時か、うん、めちゃくちゃ強かった時のイメージ俺クリスティアーノだから、うんうん、多分そういう方多いと思うんですけど、はい、長崎にっていうところで、うん、まあ後でお話しするんですけど、やっぱり今シーズンもかなり得点に関わってたので、うん、ここ驚きでしたね、はい、で、清水になんと神谷選手、主力が出ていくね。いや、そうなんよ。そういう意味で言うと、まあ、昨年のサッカー選手とか、うん、あと一人誰だっけ、小屋選手とか、うん、なんかそういう意味では結構僕たちからしたらレイソルの主力だったんじゃないのかなっていう選手が抜けた印象は実はちょっと強くてあるね。あるね。レイソルといえば、あの選手とあの選手とっていう選手は結構出てきてるね。そう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 、うん、だからそういう意味では結構動きが大きいのかなと思ってて、うん、はい、で、あと今治に、うん、滝本選手、滝本選手で、ここもですここもね、鹿島に中間選手、うん、中間選手ここです、うん、中間選手いいってずっと言ったもんね。いやそう、うん、いや俺ずっと言ったんだよ岡山時代から、ね、そう、うん、俺多分この話このチャンネル何回も言ったけど、うん、岡山と対戦した時の中間選手が衝撃的に良くて、うん、なんかその頃からいいと思ったら柏で実は柏が持ってて、うん、で鹿島に行ったってなって、うん、やっぱりいい選手だ、うん、でこれをレイソル出しちゃっていいのかなっていう、うん、もちろんなんかチーム内でいろいろあるのかもしんない。わかんない。全然わかんないですけどね。まあまあそうね。中間選手としてもやっぱ鹿島でね。そうね。なんか憧れるよね。うん。多分、中間選手みたいなこうプレイスタイルだったら特に鹿島になんか会えそうな気もするし。あるね。なんか、ああまあ仕方ないのかなと思うんですけど、なんか、うわ、大丈夫かなって本気で思った遺跡の一つですね。やっぱ鹿島はこう中間選手みたいに、すげえ目立つようなタイプじゃないような中盤の選手多いやん。そうそう。うん。絶対くちゃハマると思う。そうね。うん。なんなら俺ちょっと鹿島の仲間選手にもちょっと欲しいぐらい今回俺うわっと思った。思ったね。ね、うん、で、ヒシャルジソンがセアラブラジルですね。で、こっからインなんですけど、うん、まあ、アウトもかなりこう主力級抜けたんですけど、うんうんうん、インもかなり主力級、うん。いや、面白いなっていうところやね。ね、そう。うん、また、まあ、ちょっと後で話すんですけど、ね、うんうん、いろいろあって。まず、小山選手、そっから、
小山選手移動したね。京都立花ねえ、びっくりしたでもちょっと。いやー、ここで京都立花ブラザーズが、うん、あの、またお別れを告げて、うん、そうね。なんか一回集結したと思ったらまた散っていったんですけど、うん、いや、いい選手ですよ、うん、小山選手、ね。これはいい選手取りました。うん、なんかレイソルとしては俺すごく、うん、いい選手を取って、うん、まあ、新しいサッカーをまたもしかしたら変わってる中で、うん、まあ、小山選手中心になりうる選手じゃないのかなと思って、うんうん、で、神戸から、はい、ドーグラス。ドーグラス。いいね。またいい選手取ってくるじゃんと思ってね。うん、まあ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 。で、あとは横浜FCから、サルタ選手が復帰、はい。で、清水に中村、清水から中村選手が入りました。いいね。いい選手ね。いや、やっぱ、僕たちまだ、あの歴浅いんで、うんうん、まあ、全体をちゃんと見た歴って薄いんですけど、うんうん、やっぱりこういい選手って名前残ってるじゃないですか、うん、そうね、うん、中村選手もそうですけど、うんうん、中村選手いい選手なんですよ、記憶ある、うん、のでこれはまたいい補強なんじゃないのかなと、はい、で、日本体育大学から土屋選手、はい、で、筑波大学から加藤選手ですね、うん、まあ、結構、まあ、主力級取ったのと、うん、若手アンダーであったりとか大卒、うん、高卒っていうのをしっかり取って、うん、こうバランスよく取ってるイメージがあるなと思うんですけど、うん、まあ、主力抜けた分はしっかり埋めつつも、うん、まあ、次に向けて、うん、若手しっかり取ってきてる感じは、うん、ちょっとレイソルっぽいなと思って、うん、確かに、まあ、レイソルユースってすごく優秀じゃないですかね、優秀やね、まあ、古賀太陽選手もそうですし、うんうんうん、まあ、本当にこういうそういう意味では、まあ、かなり補強という意味では抜けた印象の方が強いんですけど、うん、しっかり取れてるんじゃないのかなって僕は思いました、うん、あ、まあ、確かに瀬川選手とクリスティアーノ選手アウトで小山選手とドーグラス選手ってなんかちょっとね雰囲気ちょっとね、いや、いいとこついたね、いやいやいや、今のは、うん、ナイスです、ナイス、はい、はい、で、またちょっと後で予想スタメン出すんですけど、うんうん、本当におっしゃる通りかなと僕も思ってまして、うん、パッと見やっぱ感じたね、いや、そうでしょ、うん、じゃあ早速予想スタメン行きましょうかね、はい、シーズンね、僕らの予想ですね、はい、はい、僕たちの予想なんで、はい、多分ここはこうなるよとかっていうのを、うん、本場あのレイソルファンの方に教えていただけると、はい、お願いします、お願いします、はい、じゃあ予想スタメンこちらになっておりますと、はい、こんな感じですね、ドーグラス、はい、まあちょっと、うん、まあいろいろ迷ったんですけど、うんうんうん、まあ、ドーグラス小山津っていうのは、うん、まあ、即戦力になりうる、ね、さっき言った通りです、うんうんうん、本当に抜けた選手のとこにポッと入ってくるイメージですね、うんうん、キーパーはキムスンギュ、スリーバックは昨年同様子が上島高橋ですかね、うんうん、で、ボランチがねまだちょっとこの辺、契約が完了しない選手もいるんですけど、うんうんうん、まあ、どっちと三原、うん、で右に大南で左に三丸、うん、はい、まあ、これはあの昨シーズンもよく起用してたフォーメーションなので、うんうん、まあ、順当に、うん、まあ、あの現存する戦力が残ればこのフォーメーションかなと、うんうん、はい、で通車道に小山津とサビオ、はい、でワントップにドーグラス、ドーグラスいい、ね、じゃないかなと思ってて、うんうん、まあ、本当にさっき言った通り、うん、まあ、選手抜けちゃったのは抜けちゃったんですけど、うんうんうん、まあ、的確に補強してるかなと僕は思ってて、うん、そうね、うん、だからそういう意味ではあんまりこう抜けた影響は少ないんじゃないかなって、うん、これを作った時に思って思うね、そう、うん、作る前までは、うん、いや来年レイソル大丈夫かなって思って作ってたんですけど、うん、ちゃんと見れば、うん、的確に埋まってるんで、うん、あんまり影響がない気がしてます、うん、で、まあ、ベンチで言うとベンチの控えの選手で言うとミッドフィルダー、さっき言った中村選手、うん、でどっち、うん、まあ、どっちその移籍するかどうか分かってないですけど、うん、まあ、移籍の方でも1回まとめさせてもらった選手なんですけど、うん、まあ、すごくボランチで気が利く選手なので、うん、素晴らしいかなと思うし、うん、清水から来た中村選手っていうのも、うん、まあ、ちょっとすぐだったんでまだスタメンには入れてないんですけど、うん、すぐにでも活躍できるような選手かなと僕は思うんですけど、うん、はい、でフォワードでいうと、まあ、武藤選手もいますし、うん、いるね、うん、全然いるの、うん、でペドロ・ハウルもいますし、うん、細谷選手っていうところもいるので、まあ、この辺に関して言えば、うん、なかなか僕、そう熱いなって思っちゃったんですよ。何、うん、かありますか、スタメン見て。いや、まあなんか、個人的なイメージとして、やっぱりレイソルっていうと、はい、まあその、江坂選手もいて、はい、で、そのクリスティアーノがやっぱり長年 ね、こうドンとしていて、なんかちょっと嫌な言い方すると、クリスティアーノ頼みみたいな、うん、なんかあればやっぱクリスティアーノの一発みたいなところに、イメージがあったから、うん、まあそこクリスティアーノが、まあ悲しいけど出て、ワントップにこうドーグラスっていう新しい、ちょっと外国人の引っ張っていく選手が入るのことでなんか何が起きるかみたいなのは面白いなって思う、本当にそう、うん、でじゃあポイントですね、はい、うん、まあ、僕が今回調べた中で、うん、こうなっ
ったらいいんじゃないかとか、うん、課題なのかなっていうところを発表したいと思います、うん、はい、ポイント1個目、うん、やっぱり1個目は昨シーズンの課題ですよね、はい、昨シーズンはね実はね失点が結構多くて、うんうん、あの守備に回る時間がすごく、うん、あの全チーム見た中で多かったっていうのがデータで出てたので、うん、やっぱりこういかに守備の時間を減らせるかっていうところは、うん、あの昨シーズンの課題、うん、今シーズンしっかり取り組める部分かなと思うんですよ、うん、やっぱどうしても守備後手後手に回っちゃうと、うんうん、やっぱりこう体力的にもきついし、うん、精神的にもきついと思うので、うん、まあ、来年はこういかに攻撃の時間を増やす、うん、攻撃の時間はねでも調べたらそんなに少なくなかったんですよ、うん、ただ守備に回る時間もその分多かったんで、うんうん、やっぱりこう少しでもこう相手陣地にいる時間を長くするっていうのが、うん、まあ、レイソルの課題かなと思います、うんうん、特にねやっぱりこう失点がそれで失点が少なかったらいいと思うんですけど、うんうん、守備に回ったとしても、うん、結局失点が多いので多かったもんね、うん、やっぱり要因としてはこう守備に回っちゃう時間が多かったと思うので、うんうん、まあ、少しこうじゃあいかにどうやったら守備の時間を減らせるか、ボールをしっかりこう保持した方がいいのか、うん、まあ、最後しっかりシュートで終わるとか、うん、まあ、そういった当たり前のことなのかとかですよね、うんうん、ここが1個目のポイントかなと思います、はい、2個目、うん、新戦力攻撃陣の相性ですよね、はい、そうね、うん、本当に、うん、あのやっぱりチーム得点ランクやっぱ実は1位だったんですよ、うん、あのクリスティアーノ選手、はい、で2位が、神谷選手だったので、うん、やっぱり1位2位が離脱した影響っていうのは、うん、まあ、すごく大きいかなと。きついね、失点が多いチームだからね。そうなの、うん、なのでやっぱりそこの影響はないとはいえ絶対あるので、うんうんうん、ただそれと同じ力を要するタレントは補強できているので、うん、あとはそれがどうハマるか、うんうん、やっぱりどんなにいい選手でもチーム戦術とか、うん、やっぱり監督と合わないとか、そうなっちゃうと、やっぱり得点につながらなくなったりするので、うん、まあ、小山津選手すごくクレバーじゃないですか。うん、いや、そうだよね。俺も思った。小山津選手はしっかり守備するよ。そうなんだ。うん、小山津選手みたいに、こう、うん、言えばチームのために戦えるし、うんうんうん、違いも作れる選手がいるので、まあ、その辺をこう軸に新しい攻撃が組み立てれて、うんうん、ドーグラスもいいところが生きれば、うん、全然得点力は落ちないと思う、うん、ただやっぱりここは今年初年度の選手が多いっていうと、うんうん、やっぱり賭けになっちゃうので、まあ、そうね、うん、ね、うん、ちょっとギャンブル的要素は少し大きいんで、うん、まあ、ここがどうハマるか、うん、これが2個目のポイントじゃないかなとは思っております、はい、で3つ目、うん、最後ですね、うん、やっぱりこうネルシーニョ監督の新スタイルが確立するのかどうかですね、うん、はい、いや結構ねネット上で見たらやっぱネルシーニョ監督の続投に関して、うん、こう懐疑的な意見も多かったんですよ、うんうんうん、大丈夫なのかと、うんうんうん、やっぱもちろんその選手が移籍したところにもつながってる可能性もあるし、うんうんうん、なんでただネルシーニョ監督としても今回続投する以上やっぱり結果をもう残さないといけないと思うので、うんうん、でやっぱ選手たちが変わった、うん、中でやっぱネルシーニョ監督がフォーメーションとかに関しては、うん、やっぱりこう昨シーズンのものを使っていくと思うんですけど、うん、現時点でやっぱサポーターも満足してないので、うん、ある程度、まあ、新しいスタイルを確立する必要があると思うし、戦術がずっと同じままでやっぱ選手ちょっと入れ替えて、うん、劇的に変わる例なんてのがあんまないと思うんですよね、うんうん、どっちかっていうと監督すげ替えて戦術ガラッと変えて、もちろん、うん、苦労する時期もあるけど、うんうんうん、それがやっぱりこう目を結ぶというか、うんうん、そういう方がイメージとしては大きいので、はい、まあ、ネルシーニョ監督としても、ある種、うん、変更せなくちゃせざるを得ない部分もあるんじゃないかなと、今回調べて思いました。うんうん、そうね。まあ、ポイントとしてね、こう、いろいろアイデアを持つっていうのも作戦やろうしね。そう。ベースはこのままでいってっていうところでね。本当にその通りですね。うん、ただやっぱりね、古賀太陽選手だったりとか、うん、まあ、さっきの小山選手もそうですし、うん、まあ、上島選手もそうです、うん、まあ、若くて結構いい選手いっぱいいるので、うん、あとはどうハマるか、まあ、そう ね、タレントとしてはすごく要してるので、うん、まあ、武藤選手もいますしね、そう、キーパーもキムスンゲ、そう、うん、素晴らしいよ、うん、どっちもいますし、そうね、いや本当にタレントとしては全然問題ないので、うん、あとはこれがどうなっていくのかっていうのが楽しみですね、うん、今回、はい、はい、うん、ちょっとね、長くなってしまいましたけど、はい、今回僕がね、柏レイソルについてこうまとめたのを発表させていただきました、はい、まあ、皆さんのね、J リーグ楽しむ、はい、一助になればかなと思いますので、はい、柏レイソルサポーターさんのね、はい、あのなんか温かい目で、ね、実はこれこうなんだよとか、はい、これこうじゃないとかっていうのを教えていただけると幸いです、こういう最新な情報もあるよとかです ね、はい、いただけたら、はい、はい、助かります、はい、今回も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。